災難探偵サイが、お目覚めかな。お初にお目にかかる。と言っても君と話すのはこれが初めてではないかな。ああ、君を知っているとも。順を追って話そう。まだ時間はあることだしな。何、心配には及ばない。君との付き合いはそれほど長くはならないさ。今日君という人間はその体を残し消滅するのだから。エピソード1、探偵も歩けば災難に当たる。足をやられたか。だがようやく尻尾をつかんだぞ。いつまでもこそこそと逃げ隠れできると思うな。今度こそ観念してもらう。腹が、選ぶべきは、行くぞ。まさか。
まさか。やれやれ。お耳の恋人 DJ ムーです。さて今日のサイナラジオ最初のコーナーは皆さんお待ちかね、ゾクゾクサイナ町ミステリーだ。サイナ町ではここ数年奇妙な事件がいくつも起きていますね。今特に注目したいのは3ヶ月前からサイナ沖で目撃され話題となっている未確認生物サッシー。海から現れた未知の生物、はたまた太古の恐竜の生き残りか、気になりますね。本日は超常現象研究の第一人者安藤先生にお越しいただき、この事件の考察をしていただきたいと思います。先生、早速ですがサッシーは実在するのでしょうか？もちろん実在します。サイナ湾沖で目撃されている巨大生物、その目撃情報の多くは港湾区で働く人たちからのものです。海から長い首が突き出ているのを見た、巨大な姿が海面に浮上するのを見た、こういった目撃情報から私は首長竜のような姿の生物がサイナ湾に生息していると考えて。ほれ見ろ、いや、それが、おいおい、それがよ、いや、タンメンじゃねえ、ふん。するとおい、おいおい、それが、ありがてえありがてえ、どうだかな、ありがてえありがてえ。ちょっと、
あれ？やれやれ。おお。ちょっと。ん？なになに？おお。違うよ。なんだと？いいからいいから。占ってみるよ。お次はっと。え？だって不運も不運、大不運、キングオブ不運。最高に最低のクソ運勢だ。どの層で見ても最悪最強しか出てこない。まるで競争のデパートだよ。災難が順番待ちで行列を作ってる。悪魔と役人と貧乏神が仲良く同居してる上、そこに死神もルームシェアしたがってる感じ？いやー、今までよく生きてたね。私が不運だと？え？ん？でも。ん？もしかして、やれやれ。ちょっと、
参ったな。あのな、なんだと？僕はレイ、ヒンレイ、これからよろしくね。天道さ、あなたの名前を呼ぶと僕まで運気が下がりそうだな。うん、これからは所長って呼ぶね。もしかして。なるほど。私は妖怪ハンターでもヒーローでもない。人より体力もない。悔しいではないか。不条理に負けるなんて。それに、私を頼ってくれた人の信頼を裏切りたくない。探偵にできるのは調査だ。その能力一つで戦うしかない。ならば。
そうだね。ありがてえ、ありがてえ。ありがてえ、ありがてえ。いいからいいから。ありがてえ、ありがてえ。あのな、いらっしゃい。あいよ。はい、お待ち。いただきます。よせえい。
なるほど。よせやい。あいよ。ここは…違うよ。そうね。着いたぞ。でも。おお。おお。
なるほど。いらっしゃいませ。かしこまりました。本日のブレンドでございます。そう。え？いただきます。すみません。はい。さて、レイ君、
ああ、着いたぞ。待て。ああ、大は小を兼ねるが、大きは同時に弱気を増やす、影を払うは時をとどめる力。おお、所長。なに？なんだと？ちょっと。以前よりも気迫を感じるぞ。やっぱり大間ヶ時は怪異の力が強まることがあるんだ。知っていたなら言いたまえよ。だって所長の音声じゃラッキーちゃんを捕獲できる可能性なんて皆無だから。
一発逆転をって思ったんだけど、全然ダメそう。ナムナム。逃げなきゃ。しかし、これだ。所長。これだ。行くぞ。それにしても、おいおい。小学生差別だ。ちょっと、分かってないな。いい？私はずーっとずーっと前から天道の助手になる予定だったの。この人の良きパートナーになるはずだったの。そしてゆくゆくは結婚して永遠のパートナーになるの。
レイ君。あのな。え？もう。僕に任せて。え？お祓いできるの？それって霊とかも見たことがあるってこと？自爆霊は？ポルターガイストは？エクトプラズムとか出せる？一緒にコックリさんしない？出た出た、オタ君のオタトーク。この町、サイナ町っていろいろ面白いものが多いよね。ラッキーちゃんなんかは分かりやすい例だけど、他にも所長と回っていろいろ気になるものをたくさん見つけたんだ。場所に建物、動物、住んでる人たち。そうっていうのは将来の吉凶が表に現れたもので、人、動植物、物、建造物、何にでもあるんだ。それは迷信でも何でもなく、樹木の年輪のように今に至るまで存在しているという証になる。そうには今のこと、今よりも先に起こることが現れてるんだよ。そうは指紋みたいに人それぞれ違うけど、中でも明らかに何かを伝えようと暗示的な形で強く訴えてくる人もいて、そういう人や物や場所にはかなりの確率で近い未来良くないことが起こる。占いは層から暗示が何を指し示しているかを考え、未来に降りかかる災難からその人を遠ざけてあげることができるんだよ。ダメよ。やれやれ。でもここなら町の噂を調べるにはもってこいだ。あのことについても何かわかるかもしれない。